大丈夫ですか。はい、はい、お名前は。あ、戸川翔太です。お、翔太くん、出身地は。神奈川県の茅ヶ崎市です。お、茅ヶ崎。はい、茅ヶ崎です。サーファー。いやー、丘サーファーですね。丘サーファーですか。わかりました。おすすめは。まあ海が近いっていうのと、うん、まあ、江ノ島とか観光地も結構近いんで、うん、まあ、楽しめるかと。あとサザンが出身なんで、うん、まあ、サザン通りとか、まあ、サザン来ないですけど、サザンみたいな有名だよね。そうですね。オッケー。そしたら日本の文化について教えてください。日本の文化、うん、まあ、神社とか寺とかそういうの発展してるじゃないですか。あとなんですね、やっぱ東京とかはでもトランスポーテーションとか、うん、交通手段結構発達してるから、うん、まあ、行きたいところにすぐ行けるっていうのは便利かもしれないですね。はい、え、野球について語らなくていいの？野球について語る。野球について語ることないんですけど、まあなんかメジャーと日本のプロ野球の応援の仕方とかは結構違うかなと思って、要は日本だと大体ホームは今半分くらい入ると思うんですけど、メジャーだと本当にそのホームの応援団しかいなくて、まあ、例えば相手バッターがヒット打つと、もうなんかブーイングが起こったりとかそういうのも結構あるんで、まあ、そういう違う楽しみかなと思います。お、わかりました。はい、ありがとうございます。はい。